ということで、うん、今回はですね、コラボなんですけど、うん、竹谷紀章さんがですね、うん、東京に今来てるんだよね。ということで、で、まあ、ちょっとなんか誘われたから、はい、ちょっと来て、なんかコラボぜひしようってことで、はい、今ね、原宿に僕たち来てて、で原宿 の、 あのキャットストリートのとこで、うん、あの竹谷さんとあの待ち合わせしてるんですけど、で、なんか何しようかってね、そうそう、何しようかって、で、結構急に決まったから、うん、何しようと思ったんだけど、いいこと思いついちゃって、うん、あの、たこ焼き師匠さんってあの、たこ焼きたこ焼き、あ、じゃあ、たこ焼き師匠東京にどんぐらい来たことあるかわかんないけど、うん、まあ、東京案内しようよってことで、あ、原宿、普段僕らが歩いてるキャットストリートあるじゃないですか、うん、あそこを、まあ、一回歩く、はいはいはい、歩きながら紹介する、で、普段、あの、僕たちが歩いてるキャットストリートを たこ焼き師匠さんの3人と、3人で、まあ、歩きながらね、あの、たこ焼き師匠さんのことなんて分からないじゃん、俺らも。で、向こうも多分分かんないから。で、たこ焼き師匠さんの、なんか、普段何してるんですかとか、うん、なんか気になることも聞きつつ、向こうも聞いていきたいことあると思うから、それで会話していく。なるほど、ね。で、キャットストリート歩いていくと、途中であのたこ焼き屋さんがあるわけよ。うんうん、あ、じゃあ、たき焼き屋さんがあるわけ。で、たき焼き屋さんがあるから、そこに向かう、最終的なゴールはそこ。なるほどね。で、そこまでの間にミッションがあるんだけど、はいはいはい、あの、たき焼き師匠さんの名前を、うん、ずっとたこ焼き師匠さんっていうでバレずに、そう、バレずに言う、あ、どっちがバレずに言えるか、そのキャットストリートのスタート位置から、うん、そのたこ焼きがある場所まで、あ、たき焼き屋さんがある場所までそこまでの間にいろいろ話しながら会話の中で、はい、たき焼きさんの名前を知るたこ焼きって言い換えて、ね、バレずに言った方が、はい、OK だわ、勝ち、まあ、勝負ってことないじゃん、勝負ポイント制でも、あんまりバレちゃうとあれだから、そうだからちょっと濁さないね。高木さんは、そう、高木さん普段何してるんですか？高木さんは、うん、だからコとケの間ぐらいで今に。あ、そう。高木さんは、あ、多分バレない。マスクしてるからちょっとこもってるのかなぐらいに、ね。ちょっと滑舌悪いんかな。あ、そう。なるほどね。あ、ちょっと滑舌悪いんかなみたいな。同じくね。で、これからちょっと待ち合わせしてるんで、あの、たこ焼き翔さんの前まで行きたいと思う。じゃあ、たこ焼き翔さんとたき焼きを食うっていうこと。たこ焼き屋さんのたき焼きを食うっていうただのたい焼き動画たい焼きやん、まあ、とりあえずあの待ち合わせ場所まで行きましょうってことで、たき焼きショー、うわー、原宿俺らよく来るやん、分解で来るっけ、週2、3ぐらいで来る、え、みんな声かけらんないのとかって心配されるけど、こんなあばに声かけないよね、あの、まとめ話できないやつと思われてるからかけらんないんですよ、これ普通にたき焼きお前、普通にミスんだついには、たけ焼き食べたいな、たけ焼き食べたいよね、何たけ焼き、俺明太チーズマヨたけ焼きがいいよね、ネギ塩たけ焼きとか、あー、それいいでしょう、はい、ということで、はい、まあ、コラボでーす、コラボでーす、ラフすぎん二人ともめっちゃ嬉しいです、俺あのめっちゃ見てたんで、あの高校生の時から見てた、過去気にすんな、はい、どうも、たけ焼きです、よろしくお願いしまーす、たけ焼きさんだ、お願いします、はい、今出会って、はい、もうまだ10秒、15秒、ね、10秒、15秒、はい、正確に言うと45秒ぐらいです、そうですねちょっとね、はい、行きたいお店が一つあるんですよ、はい、そう、あるんですね、ここキャットストリート通ったことあります、ほんまにマジで初めてです、てか東京に来たら何回目ですか、それは2、30回はあるけど、あ、でも原宿とかそんな歩いてもないですね、事務所が六本木なんで、基本的に六本木に行くか、なるほどなるほど、めちゃめちゃだから今日は楽しみに、本当ですか、できました、ちょっといつも僕たち通ってる道なんで、あ、ここ通りながらちょっとお互いのことも知らないんで、はい、なるほど、高木さんのことをあのいろいろ聞いていきつつ、はい、質問していくんで何の間じゃあ二人にとっちゃもうおなじみの、あ、そうです、まあ、いつもの、はいはい、あの道ね、もうちょっとこう連れていくよぐらいの、はい、汗かくってこんな感じです、わ、はい、かりました、はい、じゃあ行きましょう、はい、行きましょう、行きましょう、早速なんか聞いていきますか、早速なんか聞いていこうか、何、おいくつだっけカムだよ今、30ですね、え、30今30です、めっちゃ若い見えない2人21とか22とかだったっけ、僕19です、僕21です、今年22なんですけど、めっちゃ若い、え、高木さん30歳なんすか、だってね、もうチームにやってるからね、そんな見えないけどな、あの、そうだ、よく考えたらだって自分が高校生の時見てたからってなったら、そっか、30とか40でもおかしくないのか40は言い過ぎだろえ、2人は YouTube 始めて1年経ってないよ、経ってないですね、あんまりこうやって新世代の人と動画撮ることって最近なくなってて、ああ、はい、あんま基本的に前までコラボそんなにしなかったんで、本当ですか、なんかすごい新鮮というか、いや僕たちもなんか絡まれにくいんで、
あ、そうなの？ちょっと怖がられちゃうんですよ、最初。なんかコラボしていい人なのかダメなのか分かんなくてみたいなね。なるほど。意外となんかこの2人仲良くやってる感が多分強いから、うん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 、入ってきづらいとか。視聴者さんも確かにここの2人の絡みみたいなの見たいかもしれないですね。入ってくる人なかなかいないですよ。もうめっちゃ今間にも割っちゃってるけど大丈夫なんだか僕も武井さんずっと見てますよ。なんか何のイメージとかなんかこう、でもなんか自由にやってるじゃないですか。結構企画あんまこう何系 YouTuber か決めずに、はいはいはい、でもなんか僕食べに行ったりとかしてる。普通に外ロケ好きですけどね。外ロケのやつ好きですか、焼肉とか。なるほど、なるほど。でも歌はもらっちゃってますよね。あ、そうなんですよ。歌めっちゃうまいっす。いや、2人すごいよね。いや英雄の人やもん。あ、そうです。いや、そういったらたこえ、たこえさんもあれですよ、英雄。たこっつったよな。誰が大阪の。たこえさんもあれですよ、英雄の人です。え、なんで僕からしたら YouTuber の英雄です。YouTuber の英雄。はい。マネージャーおらんけど大人なんかついてるどっかにすごい英雄を言うように。まあそうやね。でも今回びっくりしたのが、はい、お二人あんまり外ロケされてるイメージなかったんですよ。ないんですよ。ないんですよ。だから企画来た時にえって思って、はい、なんかそれはなんか寄せてもらったのか。僕結構外ロケ多いんで。はい、そうですよね。なんでなんだろうっていう。寄せましたね。寄せた。はい、あ、こっちに来てくれた。はい、ようこそ。上さんもあの東京から大阪までやっぱ来てるんで、はいはい、僕たちもね出ないわけにはいかないっていう。なるほど。そこは高木さんに合わせるしかないという。はい、なるほどですね。まだ逆に新鮮なんですよね、やっぱ僕たち。あ、今この外で撮ってるっていうのは。そうです。逆にコラボじゃないとこうできないかなっていう。あー、確かにね。うん、家で撮ってるイメージしかないから。高木さんなんか僕と髪似てますね。確かにちょっとなんかこう巻いてる感じの。自分で巻いてるんですか。いや、これはヘアセット入れてもらって、あ、そうなんですね。これは自分で、これ僕自分で、はい。能力めっちゃうまいね。くるくる巻いて。いや、マジで本当になんか2人ともなんかめちゃくちゃピュアで何でもできるイメージが。いや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 、高木さんもすごいですよ。高木さん好きな食べ物とかなんかあるんですか。好きな食べ物、うん、僕一番好きなのはお寿司かお肉か。あ、お寿司お肉、あ、一緒だ。僕もピザとラーメンです。全然違うよ。人の話聞かないでしょ。え、翔太くんは。あ、僕もでもラーメンとか。なんかないですか。バラバラや。関西でなんか有名なやつとか。あ、でもそれで言うとたこ焼きとか。ああ。西成で言ったらホルモンとか。ああ。僕もたこ焼き好きです。結構たこ焼きって言ったよね。いや、たこ焼きです。ごめん、突然の告白みたいな。たこ焼き好きです。あ、たこ焼き。はい。あ、ごめんごめん、たこ焼きって聞こえた。全体チーズマヨたこ焼きが好きですね、僕。たこ焼きはうまいよな。でもたこ焼きはうまいですよ。いやー、でも逆に嬉しいけどね。本当ですか。この東京の原宿、うん、原宿なのかな。僕の地図が分からなくて。裏原っていうとこですかね。裏原、原宿の裏通り、はい、なるほどね、はい。まあ、ちょっと人通りも少なくて通りやすいです。え、普段は大阪いるんですよね。東京には月に2回ぐらい。あ、でも結構来てるんです。うん、仕事で。今回は何で東京に行ってたんですか。来れたん、やっちゃったんですか。これさ、やっちゃったんですか。今回はでも それはもちろんもう2人に会うからですよ。あ、本当ですか。もちろん嬉しい。あ、他に用事ないんですか、特に。なんか別にどっちでもいいねんけど、はい、ほんまにマジどうでもいいねんけど取材は入ってたんですよ。あ、そうなんですね。蹴ったろうかなと思ったんですよ。オーリーとコラボできるってことでも今回来たって感じです、はい。あ、嬉しい。ありがとうございます。いや、俺らもね、高木さんとコラボできるって聞いてね、はいはいはい、めっちゃ嬉しかったよね。で、やっぱ弟もしてたんで。うん、嬉しい。知ってくれてるんや。そうですね。たけさんやばみたいな、コラボみたいな。たけさん、しょうさんと。で、ちょっと着いたんですけど。え、着いたんや。ここのお店で。ちゃんとインサートしちゃって。ってことで、ね、ここのね、たけさんに着いたってことで。着きましたね。はい、着いたってことで、おばって行きます。はい、ちょっと食べていきたいなと思って。バラタコですね。1個頼んで、みんなで一緒に食べましょうってことで。ゆるっ。はい、お散歩どうだ。そうですね。コラボだ。いや、でもいいですよ、このゆるぐらい、はい。なんか好きなタケキあります。好きな食べたいタケキあります。そうですね。いつもどういうの頼むんですか。でもね、意外と塩。あ、塩って何が美味しい。塩、
塩ネギマヨ。塩ってないかも。あ、塩ないんだ。塩ネギマヨあります。あ、あんの？はい。インスタント撮ってんの。美味しいのかな。そう、意外とね。それにしてみる。それにしてみる。まあ、塩にしよっか。塩にしますか。食べたことないやつで。よし。質問しましょう。うまいことやってるよ。はい、じゃあ。塩ネギマヨタケ焼き、はい、食べていかれますか。あ、食べていきます。はい、580円です。あるちょっと出しよう。あ、これも出しよう。あ、いいですよいいですよ。大丈夫です。高木さん大丈夫ですよ。高木さん、高木さん大丈夫です。マサしかないの。高木さん大丈夫ですよ。本当にコンビニあるよ。いきます。いくら。580円です。あ、徳井さん、580円あります。あら、もうなんか1000円で。すいません、ありがとうございます。あ、でも見てナンバーワンって書いてある。お待ちしてください。塩ネギマヨ1000円ですね。すげえナンバーワン食べてみたい。一番人気。え、違うじゃないですか。え、違う、そういうことなんですか。そう、なんか番号じゃなくて。そういうこと。あ、もしかして、え、そういうことか。全部ついてる。420円の開始です。でも塩ネギマヨが一番人気ってことですか。そうですね。ほら、あ、あれ、あ、え、塩ネギ、塩ネギタケが一番人気ってことなんですよ。はい、番号中に売れてます。あ、そういうことか。そうなんだ。あ、じゃあ合ってましたね。撮っと撮ってんの。撮ってますよ。撮ってんの。撮ってますよ。撮ってますよ。あ、買いました。あ、買いました、買いました。それなんだっけ。ネギ、なんだっけ。塩、塩ネギ、塩ネギマヨタケ。さあ、ということでね、たけぎを買ってきました。はい、じゃあちょっと食べてみてください。東京のたけぎをいいっすか。はい。うわー、うまそう。トロトロだ。なくて、うわ、めっちゃイケメンだ。めっちゃイケメンだ。あ、終わりました。待って、いや、片手で。え、アホですか。ういういしやりとり。いや、アホじゃねえよ。猫舌ですか、大丈夫ですか。猫舌、あ、でもちょっと猫舌かも。でもこういうのは、一口でいくのが大事みたいな。そうですね。熱々で食べるのが。そうそうそう。いただきます。ほんま、なんか、あ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 、熱そう。あ、めっちゃいい匂いする。すげえ。美味しいですか。ちょっと食べな。じゃあ、いただきます。たけぎさんがたけ焼きを食ってるって、なんかややこいね。ややこいな。なんかヘペデンにもそんな動画が撮られたな。あ、ほんとですか。うん、たけ焼きしようとたこ焼きしようっていう動画撮られた。じゃあ、いただきます。一口で。おいしい。うん、おいしい。うまっ、うまっ。え、熱くない。え、熱くない。え、じゃあめっちゃ、え、やめ、それ演技みたいになってる。そしたら高木さんが、ちょっと待って、おい、やめてくれや。ちょっと僕も食べたいな。熱くない、ほんとに熱くない。え、ちょっと待って。え、ま、え、湯気出てるもん。めっちゃ大丈夫。いいよ。熱いよ、熱いよ、熱いよ、これ絶対熱いぞ。全然熱くないし。リアクションせえよ。そんなことないって。美味しかったね。美味しかったね。美味しかった。あの、企画潰すこと言っていい。はい、なんすか。たこ焼きさん、たこ焼きさんを何回たこ焼き食べるかやってるから。お前らさ、バレた。バレてんだよ。いや、しかもそれ言うときさ、多分それに必死になってんだろうな。こっちが何言ってもなんかもう頭真っ白だ。頭真っ白です。もう何も考えてないと思う。で、これでどっちがバレずにたけ焼きって言えるかって今ポイントを添えてやってきて。たこ焼きね。あ、なるほどね。あと、たこ焼きか。もう分かんないよってことで、あの、たこ焼きショーさんのチャンネルの方でも、はい、あのコラボしてるので、え、ぜひたこ焼きさん、たけぎしょうさん、チャンネル登録お願いします。概要欄に貼っときます。はい、ぜひ見てください。私はもう大阪のね、たけ焼きを食べに。そうですね。あ、そうですね、大阪のたけ焼きを。ダメだ。もうダメだ。もうダメだ。ちょっとわかんなくなってる、もうずっと。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。ゆるゆる。ゆるゆるだよ。